こんにちは、旅Qです。ようやく暖かくなってきて、冬の間眠らせていたバイクに乗るぞっていう人も多いんじゃないでしょうか。その時に怖いのがバッテリー切れ。いざバイクに乗ろうと思ったらエンジンがかからないとか、出発する時はエンジンかかったけど出先で休憩したら再始動しようと思ったらエンジンかからないとか、あるいは走行中になんか突然エンジンが止まって、でもう一回エンジンかけようと思ったらエンジンかからない、なんてことがね起きがちなんですよね。で冬の間放置されていてバッテリーが放電しているとか、でまだ寒いので電熱装備を使っていて、それで消費電力が増えすぎてしまってバッテリーが上がってしまう。それにこの時期は新たに免許を取る人も増えますよね。この免許を取った時に新車に乗ればまあいいんですけど、家に眠っていたずっと整備されていなかったバイクに乗ってみたとかね、友達が持ってたバイクをちょっと借りたとか、ちゃんとメンテナンスはされてなくてバッテリーが上がってしまってどうしようもないみたいなことが起きがちですよね。そんな時に便利なのがジャンプスタート。バッテリーが大丈夫な方の車両の電気を使ってバッテリーが上がってしまった車両のエンジンを始動するという方法。旅Qも出先でたまにバッテリーが上がってしまった車両を見つけてこのジャンプスタートしたりとかいうこともあります。ただそんなにしょっちゅうあるかっていうとあんまりないですよね。週1とかであるわけじゃなくて何年間に1回あるかないかのイベントなので、そうすると手順を忘れてるってことが多いんですよ。これどんな順番だっけ。でなお悪いことにこれ手順間違っても大抵の場合は普通に始動できちゃうんですよね。なので余計に手順忘れちゃって、まあ、なんとなくとりあえずはつないでエンジン始動できて、ああよかったよかったっていうケースが多いんですけど、でもこれ手順間違えた場合に場合によってはとっても危ないんですね。故障車を始動できないだけじゃなくて、救援車まで、無事だった救援車の方までエンジンが始動できなくなったり、最悪の場合爆発することもありえます。ということでちゃんと手順を覚えた方がいいんだけれども、同じような手順が続くから毎回忘れちゃうんですよ。そこで旅Q思いました。なんでこの手順じゃないといけないのか、ちゃんと理由を覚えよう。旅Qね、この暗記苦手で、ただの暗記じゃなくてこれこれこういう仕組みだよっていうのが分かるとスッと入ってくるというのがあるので、今回はこのジャンプスタートの順番、なぜこの順番なのかというのを理屈っぽく覚えていこうと思います。いやいや違うもうね、今そこでバイク壊れてるので、今すぐジャンプスタートしたいからその手順だけ知りたいよっていう人のために最初に手順説明します。こっから先バッテリーが上がってる車両を故障車、バッテリーが無事な車両を救援車と呼びます。今回はこの赤いバイクを故障車と見立てて、黒いバイクを救援車と見立てて説明します。手順は故障車と救援車のバッテリーを開けたら赤い線を使って故障車のバッテリーのプラスにつなぐ、で反対側を救援車のプラスにつなぐ、黒い線を使って救援車のマイナスにつないで、そしてこの反対側故障車のアースにつなぐ、救援車のエンジンをすぐにかけて故障車のエンジンをかけて、エンジンが両方ともかかった状態で故障車のアースを抜いて、救援車のマイナスを抜いて、救援車のプラスを抜いて故障車のプラスを抜く、でその後両方ともエンジンを止めずにしばらくエンジンをかけたまま充電するという流れになります。ではなぜこの順番なのかというのをこれから手順を追って説明します。バッテリーを開けていきます。バッテリーの場所は車両によってまちまちなんだけど、だいたいねバイクだったらシート下、車だったらボンネットの中というのが多いですね。そしたら次に救援車のバッテリーも開けます。この時に確認してほしいのはバッテリーの電圧です。12V、これが救援車と故障車で一致していることを必ず確認してください。もしもこれ一致してないと救援不可能です。だいたい 12V なんですけど、古い原付だと 6V、 あとは大型トラックだと 24V で、最近のマイルドハイブリッドの中には 48V っていうのもあるので念のため確認してください。今回はどちらも 12V です。特に出先なんかで知らない人から助けを求められた時に実は 6V だったみたいなことがないとも言えないので必ず確認してください。で、大体普通の整備って最初にマイナスを抜いてくださいというか始まって、でその後プラスを触っていくって形になりますよね。プラスの方にはわざわざこの物々しく赤色でカバーまでかぶせてあって
いかにも触らないでくださいってなってるんだけれども、ジャンプスタートの時は例外的に先にこの赤い線から触ってきます。それと電気がある方から電気がない方に電気を渡すというイメージで、つい救援者の方から線をつないでしまいがちなんだけど、順番は故障者から先につなぎます。マイナスを抜かないでプラスを触るのって危ないんじゃないのって思うでしょ。危ないんですよ。だからプラスの故障者からやる。どういうことかというと、この一番最初のこのつなぐとき、これがね危ないんです。一歩間違えるとショートするので、くれぐれもご注意ください。じゃあなんでマイナスからやらないのっていうと、今回線を抜くんじゃなくて線をつなぐんですよね。マイナスを先につなぐとマイナスがつながっている状態でプラスをつなぐことになって、もっと危なくなっちゃう。最初にプラスをつなぐときに安全な状態、マイナスがまだつながってない状態でつなぎたいので、まずはプラスから。なぜ故障者からやるかというと、これが危ないからです。今ここにプラスがあって、このボディ全体がマイナスなわけですね。ということは、このプラスをつなぐときにショートする可能性があります。特にね、やっちゃいがちなのがこの反対側ね。この反対側をこう地面に置きたくないな、どっか置いとくとこないかなと思って、こんなとこ置いとくわけですよ。で、置いといた状態で、じゃあプラスつなぐかってつなぐわけじゃないですか。で、そうするとこれがうっかりアース部分なんかに触れてたりするとショートしちゃう。なので、このいきなり一発目が結構危ない作業をやります。危ない作業をじゃあどこでやるかっていうと、故障者でやる方がいいじゃないですか。で、仮にここでショートしてバッテリーを傷めたとしても、まだ生きてる方の救援者から電気をもらって復活させることができるわけですね。繋いでいきます。で、この時ね、逆側、必ずこの逆側がどっかにつかないようにしないといけないので、どこに置くかですけど、一番いいのは救援者ね、救援者の近くに置いておくのがいいんじゃないでしょうか。というので、つなぎますね。これつなぐときはしっかりと抜けないようにしてください。うまく噛み合う場所を見つけてきちんとつけてください。それでは次に救援者のプラスをつなぐんですけど、実はね、ここはそんなに危なくないんですよ。プラスでしょ、マイナスでしょ。これがね、仮にこうついちゃったとしても電気流れないんですね。回路がまだできてないから。抜けない場所を探すことだけ気をつけて話につないでいきます。で、続きましてマイナスですね。今度はさっきとは逆で救援者のマイナスからつなぎます。で、これもマイナスつなぐだけなので、なんてことはなくパチッとつないでください。まあ、一応この反対側がプラスにつながればショートするんですけど、まあね、プラスはそんなにね、どこかしらにも走ってるわけじゃないので、これでショートするってことはまずないと思います。そして次にこのマイナスを車体につなげるわけですが、この時が注意が必要で、このバッテリーのマイナスではなくて、バッテリーからちょっと離したアースが取れるところを使います。これ今つないだ瞬間回路ができます。回路ができるので火花がパチッと散ったりします。で、このマイナスにつけたくないのは、その火花が散った時にバッテリーから出る水素ガスに引火して爆発事故を起こさないようにするために、このマイナスから離れたところでつけるわけですね。ストリートトリップの場合、ここのボルトがアース取れるので、で、このシートを止めてたボルトを使ってね、ここに差し込むと、ここからアースが取れるようになります。はい、ということで今回路がつながりました。で、この状態で本来の救援の時はすぐにやらないといけないことがあります。で、それが救援車のエンジンをかけること。なぜかというと、今この救援車のバッテリーと故障車のバッテリーの間で回路ができています。救援車のバッテリーから故障車のバッテリーにどんどん電気が流れている状態になっています。で、もしも故障車のバッテリーが電圧の低下がかなり激しい場合、どん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 電気が吸われていって、そして救援車の方も始動できなくなる恐れがあるので、線をつないだらすぐに救援車のエンジンをかけます。そしてこれ、救援車と故障車どちらのエンジンを先に始動するかっていうのがちょっと難しくて、今回の場合は分かりやすく、もう救援車のエンジンが小さい場合は小さい方のエンジンの方が始動性がいいので、そちらを先にかけてあげることをお勧めします。じゃあこれ逆だったらどうするか。もしも大型バイクの方が救援車で、小さい小型バイクの方が故障車だった場合、じゃあ故障車の方からエンジンかけるかっていうと、これ悩ましくて、まずは救援車の方からかけた方がいいです。
なぜこのバッテリーが弱まっているのかというのの原因がわからないからですね。これが単に電気使いすぎて放電しているだけだったらエンジン始動してあげると充電が開始されて問題ないんですけど、たまにあるのは発電機が故障してバッテリーが充電されない状態になっているということがあります。この状態で故障車の方のエンジンをかけてしまうと故障車の方の発電機故障しているので、どん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 このエンジン回すために電気が使われていって、そして救援車の方のねバッテリーがどん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 減っていき、救援車の方も始動できなくなるということが起こりうるので、バッテリー系問題がないだろうという救援車の方を先にエンジンかけてあげると安心です。でもしもそれで大型バイク始動できなかったっていう時は、じゃあダメ元で故障車の小型バイクの方からエンジンかけてみて、そしてその電気を使って救援車の大型バイクのエンジンをもう一回かけてみるという手もあるんですけど、まずは基本の基本としては救援車の方からエンジンをかけます。故障車の方のエンジンをかけるんですが、救援車に比べて故障車の排気量が大きい場合、救援車の発電機だけでは故障車のエンジンの始動に電圧間に合わない可能性があるので、エンジンのかかり悪いなと思ったら救援車の方のエンジンをちょっと煽ってあげて電圧を上げた状態で始動してあげると始動しやすくなります。エンジンがかかったらエンジンをかけたままの状態で故障車のアースを抜きます。この時に火花が散ることがあるのと、バッテリー充電して水素ガスが出てる可能性があるので、必ず換気がいい状態、ここで漂ってない状態でアースを抜いてください。次に救援車のマイナスを抜きます。救援車のプラスを抜いて、そしてこれ危ないので必ず手に持ったまま故障車のプラスを抜きます。はい、うるさいのでエンジン止めちゃいましたけど、本来だったらこの後もエンジンをつけたままにして、そしてしばらくお互いのバイクバッテリー充電させてあげてください。さっきも言ったように故障車の方に電気を与えたのと、そこから2台始動しているので結構ねバッテリー弱まっていることがあります。あ、助けたね、よかったね、じゃあ気をつけていってらっしゃいって言ったら自分が始動しなくなってたみたいなことが起こりますのでね、それを防ぐために、まあ、お互いで充電してあげるのがいいです。故障車の方もしばらくこれで10分から20分ぐらいアイドリング状態で回してみるのがいいと思ってます。人によっては故障車のエンジン始動する前に救援車でしばらくアイドリングして、故障車の方のバッテリーも充電させてから、そして始動した方がいいよっていう人もいますね。これはね、まあ、どちらがいいというか考え方の違いなんですけど、確かにどちらもバッテリー充電させてあげた方が始動性は良くなるんですよ。ただ旅機がなんでさっきすぐにエンジンをかけたかというと、さっき言ってたこの故障車の方の発電機が壊れているかどうかというのを確認をしたいんです。まだ故障車のバッテリーが充電される前に救援車からだけの電気を使ってエンジンを始動して、その後救援車からの電気を抜いてエンジンが回り続けるんだったら故障車の方の発電機が生きているというのは分かりますよね。もしもこれでエンジンが止まるようだったら、これはもう発電機は壊れているぞというのが分かる。もしもね走行中にエンジン止まったりしたら危ないので、そこの見極めをするためにすぐにエンジンをかけてすぐに栓を抜きました。ということでまとめます。マイナスが抜けている状態で作業をしたいのでプラスから、救援車を守りたいので故障車から、最後につなぐ時に火花が散るのでバッテリーのマイナスから離したい、それを最後にやりたいので先に救援車のマイナスからつないで、そして故障車のマイナスをマイナスから離れたところにつける。で抜くときは最初に火花が散るのでバッテリーから離れている故障車の方から抜いて、マイナスを抜いたら救援車の方を守りたいので救援車のプラスを抜いて故障車のプラスを抜くという順番。これで旅先でもしもバッテリーが上がってしまった場合、あるいはバッテリーが上がっている人を見つけた場合に助けてあげることができるようになりますね。もしも旅機がバッテリー上がったらその時はよろしくお願いします。今回の動画面白かったと思いましたら高評価、まだの方はチャンネル登録お願いいたします。それでは次の動画でまた会いましょう。旅キューでした。